WrestleOne。レッスル1を席巻する傍若無人のヒール軍団デスペラード。さらにリードの入ってくる。河野雅之、レネ・デュプリ。デスペラードは秘密裏に DNA のトップレスラーサモア・ジョーと結託。ヘビー級の肉体からは想像もつかない俊敏さを見せる超人を味方につけた。そしてデスペラードが狙う標的はプロレスリングマスター武藤圭司。その名を知らぬ者はいない世界最高峰のスーパースター。また上げせるぞ。パートナーには DNA が誇る筋骨隆々のパワーファイターロブ・テリー。そしてまだ明かされていない X。 強力なパートナーを得たデスペラードに対抗する X の正体は武藤圭司、ロブ・テリー、X vs サモア・ジョー、河野正幸、レネ・デュプリ。極悪集団デスペラードの入場です。レネ・デュプリは右手に椅子、そしてその後ろ河野正幸も姿を見せた。今宵極悪集団が武藤圭司に引退のその印籠を渡すのか。おっと今河野が何やらその幕の後ろを指さした。花道をリングには向かってきません。リングには向かってこない。坂本最後今後ろに引き下がりました。まずはレネ・デュプリとそして河野正幸。今日はあの超人サモア・ジョーとの結託。さあやりたい放題の両国、デスペラードタイムが始まります。ブーイングで迎えられた河野正幸です。ああ、そして今 DNA からサモア・ジョー、最悪最強の合体であります。はい、さあ早速武藤圭司引退試合始めましょう。武藤出てこい。はい、OK です。武藤さん、デスペラードが引退と言っておりますけどもどう思いますか？もう試合前から引退。X の正体は太陽ケアだった。武藤と再合体。今両国が一つになりました。ロブ・テリーを従えて武藤圭司がパートナーに選んだのはかつての盟友太陽ケアだった。デスペラードに対するにこの太陽ケアの力を借りた。今武藤の隣にケアがいる。世界タッグをも巻いたこの盟友がレッスルワンのリングで再び再会。武藤圭司、その後ろをケアが歩いている。 DNA ロブ・テリーをも控えて今デスラードの前に立ちます。誰が予想したか、武藤圭司、ロブ・テリー、そして最後にリングに上がったのは太陽ケア、レッスルワンの T シャツを着ています。
さすがに河野もこれには驚いたか。レッスルワン VS TNA スペシャルシングルマッチ、シックスメンタックマッチ、まずはレネ・デュプリ、192cm 115kg、 極悪非道を率います河野正幸、 188cm 127kg、 サモア・ジョー。デスペラードとの合体、サモア・ジョー、素敵な笑みを浮かべました。 196cm 135kg、 ロブ・テリー。美しい肉体、 TNA よりロブ・テリー、185cm 105kg、 太陽ケアでした。 188cm 110kg、 負けたら引退、その宣言をひっくり返すか武藤敬司。小林さん、はい、X は太陽ケアでした。いや、びっくりしましたね。ケアをね、はい、またリングで見ることができるとは、うん、はい、そして武藤の隣にいるというのがね、はい、ケアとは思わなかったですね。今ゴングを聞きました。赤コーナー最初に出てきたのが X 太陽ケア、青コーナーは TNA よりサモア・ジョーであります。まだこの両国のその騒然とした雰囲気の中、ゴングを聞きました。スペシャルシックスメンタックマッチ、武藤と組んだケアが今赤コーナーに立っています。そして対するは TNA が生んだ超人、 X ディビジョン世界タッグ、そしてあのカートヤングルを破って世界ヘビーを巻いたサモア・ジョーです。新井さん、はい、X が太陽ケアでした。いやー、ほんとびっくりしました。鳥肌立ちましたね。そうですね、ファンももう歓声というか驚きの声のが大きかったですね。あのケア選手は2013年去年の1月に1回マット離れたんですよね、はい、ハワイ大学で経営学を学んだ、ね、留学ですね。そこから半年後に1回戻ってきて全日本プロレス出て、で今年の正月の1月2日3日にも出てたと思うんですけど、はい、まあ、それ以来じゃないですかね。ほとんどスポット参戦という形でしたから ね、はい、まあ、試合前に河野は今日本で出られるプロレスラーを探したところいないというふうに言っていましたが、まあ、確かに探したらいないですよ。そうでしょうね、ケアであればそのリストには入ってなかったでしょう。そうでしょうね。いやー、これは本当にびっくりしました。でしかもここでリング上でサモア状態太陽ケアという組み合わせもすごいですね。そうですね、サモア・ジョー、あのカートアングルを破りました TNA を代表する選手。あと、そのサモア・ジョーパワーで打ち勝っていくという小林さん、ケアの力ですね。いいですね。今距離を取りました。ケアとそして武藤のタッチがその瞬間を今我々は待とうとしています。近づいていく。まずは太陽ケア、ロブテリーとタッチを交わしました。そして青コーナーはサモア城からレネ・デュプリであります。レネ・デュプリ190cm の113kg、 ロブテリー196cm の135kg。 まあ、ロブテリーの方はね、あのレスルワンにレギュラー参戦しているということで、はい、レスルワンサイドについてますけれども、まあ、この試合は言ってみればレスルワン対 TNA デスペラード連合軍のような形ですよね。青コーナーですね、はい。まあ、ロブテリーは TNA でグローバル王座も巻きましたけれども、はいはい、あと今テイクのドロップキック、まあ、これもある意味夢の対決ですね。 TNA 対元 WWE という。そうですね、はい、レネ・デュプリは世界タッグを19歳、そして WWE タッグを20歳、まあ、最年少で体感したというその選手です、はい、今ダブルでの攻撃を豪快に投げていった。いや、ものすごいパワー。ロブテリー、もともとボディービルダーの選手だったんですよね。そうですね、あのイギリスのウェルズから来た選手なんですが、あ、出ましたよ。そして今武藤が入ってきました。武藤とレネ・デュプリエルボーです。その一撃に両国が沸きます。あの昨日の会見で武藤選手言ってましたよね。小林さんが復活するような、はい、復活したいと思うような試合をしたいと。そうです ね。小林さん、はい、改めてこの武藤敬司という男、小林さんにとってはどんな存在ですか？そうですね、まあ、
同じ時代を生きてきた、はい、本当にあの素晴らしいレスラーですね、はい、今年の10月デビュー30周年を迎えます。51歳。いやまだまだ元気で、はい、まだまだ元気ですかね。そして、まあ、デスペラードの河野も言っていますけれども、あくまでこの武藤は常に追われる存在なんですよね、うん、そうですね。あ、そして今ケアと武藤だ。ケアと武藤がタッチを交わしました、はい。まあ、この2人もともとタッグも組んでたし、世界タッグ、はい、世界タッグ取ったり IWGP タッグ取ったり、はい、世界最強タッグも優勝してるんでね、このチームがまた見られるってことかもしれません ね。 そうですね。今レッスル1 W の文字の上に太陽ケアがいます。さあ、そのケアが赤コーナーに近づいて、ここはロブテリーにタッチを交わしました。2月武藤とのタッグでデスペラードに勝利をしているというこのロブテリーであります。2007年デビュー。対する青コーナーは河野、腕を取られている。まあ、この河野正幸もヒールに転向してから非常にレッスルマンの中では存在感を新井さん出していますね。そうですね。あえて反旗を翻してデスペラードという軍団を作ったというのは、はい、やっぱりレッスルワンというのは新しいことをやっていきたいと、うん、まあ、そういった、ね、テーマを挙げているんですけれども、まあ、実際旗揚げしてみたら、まあ、メンバー構成というか、まあ、それはそれほどチーム構成というのはあまり変わらないということで、はい、それで不満を訴えて反旗を翻したわけですよね、まあ、ですから他団体を巻き込んでますよね、この河野選手は。そうですね、はい、そういった意味で TNA のサモア城を組み入れたというのもその一環なんじゃないですか。なるほど。場内のブーイングを、まあ、あえて買って出るというところですが、小林さんはこの河野という選手はどうご覧になってますか。そうですね、まあ畑戦を見ましたけど、ね、このデスペラードっていうチームを作ってから初めて見るんで、今日は楽しみにしてるんですよね、はい。まあ、非常に不敵なコメントで場内あえてアジテーションを盛り上げるという部分ありますけれども、まあ、武藤圭司が邪魔だって言えるのはね、河野選手ぐらいですよね、レッスルワンで。あとこれは場外で、あ、今サイト、そして坂本も加わって、もうもはやシックスメンタッグマッチではありません。まあ、これがデスペラードのやり方ですね、はい。さあ、サモア城も加わって最悪の軍団と化している青コーナーです。まあ、サモア城とは小橋さんは2005年の、ね、アメリカで戦ってますよね。あ、そうですね、はい、非常に思い出深い選手です、うん、はい。まあ、大きいだけではないんですよね、はい。まあ、非常に日本の、そうですね、うん、日本のテクニックに精通しているというか、はいはい。さあ、そのサモア城が飛んでいく戦闘。あ、これサモア城選手のパターンですね。127キロ武藤は返せるか。なんとか返しました。まあ、なんせニックネームがサモアスープレックスマシーン、はい、サモアサブミッションマシーンと2つありますからね。まあ、相反するというような、ね、その2つの代名詞を持っているというサモア城。ここで分断に入ります。サブミッションも非常に上手いですね。上手いですね、はい。さあ、今分断に図って試合の権利があるのはサモア城と、そして武藤だ。ちょっとお見舞いしていく。ニュートラルコーナーの近く、ボディスラム、そしてもう一度行くか。今度は2位だ。127キロの2位、武藤なんとか返していく。左肩を上げました。ロブテリー、そしてケアはカットに入ることができません。ちょっとこれで、ね、レッスルワン軍はカットに入らないといけないですね、はい。まあ、3対5というような、はい、デスペラードです。あ、これをかわした。そしてドロップキック決まっていく。一つ一つの動きに神奈川。さあ、そしてケアが武藤を鼓舞して、今タッチがかわされた。武藤からケアへ、ケアのチョップ、そしてエルボー。長期休養、さらにスポット参戦ですけれども、小林さん、ケア動きいいですね。いいですね。リングを離れていたとは到底思えない動き、うん、動きですよ。レッスルマン、その X としてリングに立ちました。まあ、ケア選手はジャイアント馬場さん最後の弟子
と言っていいと思うんですよね。はい、川津落としを見せましたが、最後の王道とも言われている、はい、あの武藤選手が昨日の会見で X の正体は俺以上にプロレスの歴史や伝統を背負った選手かもしれないよと言ってたんですけど、はい、まあ、本当そうですね。王道という意味では確かにそうですね、はい、その通りですね。パワースラムを見舞っていきました。非常にベテランの選手が来るのではないかともね予想されたファンがいるかもしれませんが、その正体は太陽系でした。さあ河野が非常に高さのあるバックドロップ、192センチ。でもケアももう20年やってますからね。そうですね、ちょうど20年じゃないですか今年。キャリアありますよ。確かにそうですね。武藤敬司が30年、そして太陽系は20年。お、抱えた。このあたり河野のパワーが光っていますね。得意な得意の DDT 来ましたね今ケアが。さあそして今ケアからロブテリーにタッチが交わされました。この鍛え上げられた肉体、体を浴びせていく。135キロ、ブレーンバスターに持っていくか。耐久時間が長い。軽々と河野を持ち上げました。力ありますね。115キロの河野、前に叩き落としていったロブテリー。いや、この選手はもっとブレイクしていい選手でしょうね。肉体も素晴らしいですが、非常にテクニックもありますこのロブテリー。さあそしてもう一度河野を捉える。後ろに投げていった。腹筋、胸筋、さらには背筋。河野選手も結構大きいですからね。そうですね、はい、大きい選手ですよ河野選手。196センチ。さあ河野はなんとか青コーナー、レネ・デュプリにタッチを交わしました。まあ、この選手も非常に日本での経験がある選手です。まあ、なんせタトゥーで日本って入ってますからね。そうですね、はい、左の肩口には日本と。豪快に投げていったロブテリー。ヤコバさん、何かもう主役はロブテリー、他の選手には渡さないとという規約がありますね。みんなそういう思いでね、やるときは面白いですよ。どうするとこの武藤にどうしてもスポットライトが当たりがちですが、さあロブテリー、あーと全員を投げ飛ばしていく。まあ、その中で武藤選手は一番目立ってやるって言ってましたからね。一網打尽とはこのことだ。足を捉える。負けたら引退、何のその。4の字に決めていきます。その技の美しさはもはや芸術、武藤敬司。あ、今後ろから河野が狙っていく。武藤は邪魔以外の何者でもない、そのように不敵に語った河野正行。今場内からは大ブーイングであります。まあ、武藤さんはそれだけの存在ですからね。はい、その武藤を超えなくてはいけない河野の中にはね、もしかしたらそういう思いがあるのかもしれませんね。さあ狙っている、狙っているぞ。シャリングだぞ。完璧に決まった。おっと、カウント3つのところを河野が、これはレフェリーの足を引っ張って場外に落としました。新井さん、これはいけませんね。デスペラード悪いですね。あ、さらには坂本、そして最後、いや、これ3対3じゃないですからね。3対5ですね、はい、もはやね、ハンディキャップマッチみたいなもんですから、レフェリーは立ち上がることができません、小松さん、これはいけませんね。いや、もうダメです。これでね、武藤選手が直接ホール取られたらね、うん、レフェリーはまだ立ち上がれない中で、ジョー、ゴーノ、そしてレネ・デュプリ、完全に武藤をターゲットに絞ったデスペラード。おっと、サモア・ジョーが、サモア・ジョーに行けと、行けと言っているが、サモア・ジョーのその心の良心が芽生えたか。中指を立てた。これデスペラード離脱ですか。そうですね、やはりサモア・ジョー。あと今レニー・デュプリンか、椅子を持っている。デスペラードにはついていけないというところ、サモア・ジョーが捉えた、椅子を捉えた。本当の強さを見せてやる。これがサモア・ジョーの戦い方。これは全くの計算外でしょう、デスペラードには。サモア・ジョーがデスペラードとの決別。さあそして西良寺と坂本が上にいるが、今場外だ、はい、そうですね、サモア・ジョーと河野ですね。これは共闘しないというところ、ロブテリーが息を吹き返した。リングの上では赤コーナーの3人、レネ・デュプリを捉える太陽ケア。
形を見せて、これサモア・ジョー帰っちゃいますね。これサモア・ジョー帰りますね、はい、引き上げていくサモア・ジョー、花道の奥、さあそしてシャイン・ディビザーもレネ・デュプリにお見舞いした。タットには入れない。アクア滅びる、それをまさに体現した武藤圭司、そしてサモア・ジョーでありました。勝ったのは武藤圭司、久々にそのタッグを組んだ太陽ケアとの勝利であります。小林さん、はい、最後は武藤が決めました。そうですね、サモア・ジョーが、僕はデスペラードに入ったって聞いてちょっとショックを受けたんですけど、やっぱり2005年に間にやり合った相手が、はい、なんかそういうチームに入ったと思うとなんかショックだったんですけど、やはり許せなかったようですね。ね、はい、その両親が許せなかった。最後勝ったのは武藤圭司、ロブテリー、そして太陽ケアでありました。太陽ケアが武藤と再びタッグを組んだ一戦で見事勝利を収めました。今3人で引き上げていく、その続きは果たしてあるのか。レッツーワン、武藤の右にはケアがいます。見事勝利で飾りました武藤圭司であります。 CM の後はここまでを振り返ります。